はい、皆さんこんにちは。大和大宅の藤原です。はい、本日のテーマはこちら、イールドギャップって何、こういった話題になります。この動画でもですね、いろいろな指標を今どんどん解説しているんですけども、いろいろ出てきましたよね。営業純利益であるとか、FCR、総収益率、まあいろいろ出てきましたけども、今日はですね、不動産投資をするにあたりまして、多くの方が融資を利用されて、投資をしますので、その時に非常に重要となる、指標についてお話をします。それがイールドギャップというものですね。で、当然イールドギャップっていったものが、高ければ高いほどですね、ギャップが取れてれば取れてるほど、まあ、レバレッジと言いますかですね、資金効率が高くなって、投資パフォーマンスが高くなるという、まあ、こういったのが一般的な話となってきます。ただですね、世の中に、今すごくネットとかブログとか、まあ、あるいは本も含めてですね、まあ、いろんな、情報が、溢れて書いてると思うんですけども、結構ですね、どうでしょうね、私の、こう、まあ、勝手な試験でいくと、9割ぐらいでしょうかね、のイールドギャップの説明っていうのが、まあ、いろいろありますけども、例えば表面利回りと、借り入れ金利の差、これをイールドギャップというと、まあ、この動画で、見ていただいている方はご存知の通り、まず表面利回り自体が、まあ、意味のない数字だというのは、まあ、わかると思うんですけども、結構ですね、まあ、いわゆる利回りと金利との差がイールドギャップだということを、まあ、解説しているパターンが多いんですけども、例えばですね、表面利回りが 10% で、金利が 3% であれば 10-7 で、イールドギャップは 7% ですよということなんですけども、これはちょっと間違ってます。よく金融商品とかでですね、1年でこう運用するような、1年単位でこう評価するようなもので、金融商品の利回りと、まあ、何かそれを借り入れて調達して何かやったであれば、その金利差で、まあ、評価してもいいかもしれませんけども、結局ですね、不動産投資の場合は1年で終わる投資では当然ございませんし、金融機関が、こう提供するですね、融資の条件というのがありますよね。3つあります。まずは融資金額ですね。いくら貸しますよ。あと金利、いくらで、の金利で貸しますよ。あともう一つですね、返済の期間、ここなんですよね。で、先ほどの、金利との差って言ったものであれば、この融資の返済期間ですね、これが要素として入ってないので、ちょっと誤ったですね、投資判断をしかねないと、こういう話になってきます。ちょっと一つ例を出してみたいと思いますね。もし、正しい定義の、まあ、間違った定義をですね、イールドギャップで、まあ、判断してしまった場合どうなるかという、こういった話になります。物件価格が1億円、年間家賃収入が1000万円と、つまり表面利回りは 10% ということですね。借り入れ金利が9000万円で、仮に金利 3% の返済期間10年という形でですね、まあ、で、年間返済額ですね。この借り入れ条件の場合だと1040万円が元利均等返済の場合の返済金額となります。なので、ここで見てくるのが 10と3の差、7% がイールドギャップだと。まあ、こういった話になります。で、仮に、イールドギャップが 6% 以上であれば、投資対象として成り立つみたいな、もし投資の尺度があったとして、7% 超えてるから、あ、じゃこれはいいのかな、みたいな判断が果たして正しいのかどうかということなんですね。まあ、もちろん、返済期間を金額を見るとですね、もうちょっと明らかなんですけども、ちょっと一応ちょっとシミュレーションをしてみたいと思います。資産条件はですね、これまでも出てきましたけども、空室とか滞納の損失、家賃収入の 5% を見たりとか、まあ、ざっくり運営費用として年間家賃収入の 20%、これを見た場合の話ですね。そうすると実効総収入、1000万円だったけども、5% は、まあ、空室等々でなくなるので、950万円と。それに対して運営費が200万円ですので、950万円から200万円引いた750万円。これが、NOI ということになりますね。で、これにですね、先ほど出ました、1040万円。これを引いたのが税引き前キャッシュローということになるんですが、結局、マイナス290万ということで、まあ、キャッシュフローはマイナスとなってしまいましたよね。つまり、ここから言えるってことはですね、その、
もちろん返済金額とかを出せばですね、もちろんその直感的に当然わかるんですけども、指標を使ってこの物件、この投資が効率いいのかどうかとか、まあこういった判断も当然してくるわけなんですけども、その場合においてですね、間違ったですね、定義では正しい投資判断はできてないということになります。じゃあ正しい、イールドギャップの定義っていうのはどういうものなんだいっていう話なんですけども、その正しいイールドギャップをですね、求めるにあたって、一つ、重要なですね、指標がもう一個出てきます。それがローン定数という考え方ですね。これ、まあ、K っていう、まあ、ふうに置くんですけども、単位をパーセンテージになります。パーセントになります。で、どういったローン定数の定義なんですけども、文章で書くとこういうことですね。金利と返済期間で決まる指標ですよと。で、総借入金額に対して年間でどの程度返済しているのか、その割合を示したものというふうになります。ちょっと一つ例を出してみましょう。先ほど出ましたよね。ですからこういうことで式に表すね、年間返済額を、総借入額で割ったものということになりますので、先ほど出てきた条件ですね、9000万円を金利 3% 10年で借りますよと。こういった場合のローン定数がいくらになるかというと、1040万割る9000万なんで、0.115、つまりパーセンテージに直すと、ローン定数は 11.5% と。つまりこれ、ローン定数に 11.5% の借り方をしていると。こういった言い方もします。なので、今日はですね、ちょっと長くなるんでですね、ここまでにしたいと思うんですけども、正しいイールドギャップの定義っていうのはですね、結局こういうことです。総収益率 FCR、これ前出てきましたよね。物件の真の利回りである、総収益率 FCR とローン定数 K との差。これが、正しいイールドギャップというふうになります。ということで、次回、今回はですね、ちょっと初めてなんですけども、次回にちょっと続くという形を取らせていただきます。結論としましてはですね、誤ったですね、イールドギャップの定義では正しい投資判断はできないということを、理解していただきたいというふうに思います。はい、本日も皆さんどうでしょうかね、投資金つきましたでしょうかね。今日は僕は上腕、胸とですね、肩、あと上腕三頭筋、ここら辺ちょっと鍛え、あとまあアブローラーですね、腹筋も鍛えてますので、まあ、結構今バルクアップしていい状態に仕上がっております。ということで、皆さんもですね、まあ、これを、マッスルは鍛えなくてもいいんですけども、ぜひ、投資金を鍛えていただきたいというふうに思いますので、セミナーを、当社ではですね、頭のエクササイズということでですね、セミナーをやっております。東京と大阪でですね、直近の開催予定のセミナー書いてますので、ぜひ、ご興味ある方はですね、大和在宅セミナーで、検索してみてください。ぜひ皆さんですね、投資金を鍛えて、投資を成功させていきたいというふうに思います。では、今回はこれで以上となります。さようなら。